先月は欧州中央銀行が政策金利の引き下げ及び市中銀行へのファイナンス金利も実質ゼロに下げると金融緩和に動き、イングランド銀行も量的緩和に動き、また先月夕方突如中国人民銀行も政策金利の引き下げに動きという動きがあったわけですけれども、本日午前3時の大小ナイトトレードで日経平均先物は軟調と、それを象徴するように日中取引も日経平均株価は上値が重たい展開と、政策金利の緩和はある程度もうすでに織り込み済みの話、材料で尽くしと、そのようなイメージに今なっています。今晩アメリカの6月の雇用統計の発表が控えておりまして、民間の ADP 雇用統計はそこそこ良かったと、そう心配するような話でもないかもしれませんが、週末アメリカの雇用統計待ち、来週収支を9日にはユーロ財務省会議が控えるということで、本日も小型材料株が元気がいいと、そういう相場展開になっておりました。私は全然投資テーマは変わっておりません。再生エネルギー関連、あるいは復興関連、さらには暑くなってきましたね、サマーラリー、この夏の消費ではテーマパークが非常に好調なようだと、レジャー関連注目しています。